最近広告収益配分がついに始まった YouTube ショート。実は1年間実験で週に1本ショート動画出し続けてみました。タイヤの回転でバター作ったり、ウォータースライダーに水風船200個ぶちまけたりして、それはそれは激しく YouTube ショートを撮っていたんですけど、果たしてどうだったのか。まあ YouTube ってそんなに簡単な世界じゃないんで、こんなヘンチクリンな動画が伸びると言ってもたかが知れて、いや伸びすぎだ。どういう数字？1000万再生超えの動画11本もあんだけど、んてかこれ俺普通の動画作るのに1ヶ月とかかかるのに5時間で作った動画に負けてんじゃねえか。複雑。気軽に視聴者とみんなと交流できるのが YouTube ショートのいいところなんで、ぜひみんなも気軽に動画上げてみてね。はーい、ということでね、無事時間が余ったので最後にこちらのシャンパンタワーを全くこぼさないでペットボトルロケットでも食らっていこうと思います。交換でね。